わかったかい。これが極限流ってやつだよ。さすが、と言うべきか。まさか、この私が破れるとはな。なんなら、うちの道場で鍛え直すかい？あんたなら、今よりもっと強くなれそうだが。魅力的なお誘いだが、それは、次の機会にしてもらおうか。消えた？おいおいおい、こんな展開聞いてないぜ。優勝セレモニーも抜きなのか？参ったな。キングオブファイターズの常とはいえ、またおやむやのうちに幕が降りちまった。お兄ちゃん、おう、ユリカ。無事だったんだね、お兄ちゃん。なんだかすごいことになってるけど。まあ、いつもの展開といえば、いつもの展開だけどな。まともに終わるはずないさ、この大会が。いつもの展開って、それじゃあもしかして、また？ああ、また賞金はなしだ。主催者のなんとかという男が、途中で姿をくらましてな。だが極限流の強さはしっかりと証明してきたつもりだ。あの決勝戦での俺の戦いぶりを見れば、入門者も倍増間違いない。まあお兄ちゃんのその強さを見てれば、そういうこともありえたかもね。何？どういう意味だよそれ。それが今大会の中継自体が公共の電波をジャックした非合法なものだったみたいで、準決勝の途中で砂嵐になっちゃって。何？それじゃまさか肝心の決勝戦は。全然中継されてません。なんてこった。親父になんて報告すりゃいいんだ。